はい、ちょっとね、どうしても排気ガスの方がね、下がらないんで、もうね、最後の手段、ベルハンマーをね、入れてみたいと思います。もしこのベルハンマー入れてもダメだったら、もうタイミングベルトとかね、ちょっと交換するしかないね。部品があるかどうか分かんないけど、あと、まあ、ウオコンもちょっとね、音がしてるんで、一緒にやろうかと思います。まあ、排気ガスが下がんなかったらね、とりあえずちょっとね、ベルハンマーを1回入れてみたいと思います。どれぐらいまで下がるでしょうか。音もちっちゃくなるのかな。もう36万キロだからね、この車に入れなかったらどれに入れるんだっていう話だね。ちょっとベルハンマー入れてみましょう。はい、じゃあね、とりあえずやる前にどれぐらいね、音も静かになるのかもね、検証してみたいと思います。まあ、ついでなんでね。今もね、ちょっとね、ウォーターポンプからちょっと音が出ちゃってるんで、ちょっとね、音高くなっちゃってるかもしんないけど、これでもね、前よりは静かになった方なんだよね。結構ね、エンジンシールコートとか、少し固めのオイルとか入れて、静かになった方なんで、ご了承ください。じゃあちょっとね、測定します。俺の声が入っちゃうな。はい、大体68ぐらいだね。トラックとかが走るとちょっとね、音が入っちゃうんで。67だね、最低。じゃあ67をね、スタートにしたいと思います。はい、一応ね、距離はこのように1メーター前で測ってます。じゃあちょっとね、ベルハンマー今回はね、入れるだけ。オイルももうね、前に交換してあるんで、今回はね、ベルハンマー入れるだけです。それでどれぐらい音が小さくなるかだね。少しね、ウォーターポンプの音はしてっから、そっちはね、音止まんないと思いますが、多分ね、フリクションが多くて排気ガスが出ちゃってんだと思うんだよね。でも一応そろそろ完全暖気になるんで、排気ガスの方も測ってみます。ちょっとね、今ゼロ構成中です。これがないと車検場行ってから落ちるっていうパターンだね。じゃあちょっとね、測ってみましょう。はい、水温はだいたいね、もう真ん中ぐらいまで行ってるんで、完全暖気と思われます。はい、じゃあね、マフラーにちょっと刺してみます。これぐらいだ。はい、ちょっとね、これで見てみましょう。どうだろうね、やっぱ上がっていくね。基準が 4.5 なんだよね。ダメだね、完全に。5.0 かな。5.06。昨日もっとね、やってた時はギリギリ4ぐらいまで行ったんだけど、やっぱりね、今朝測り直してみると5ぐらい行っちゃってますね。5.13とか、そのね、HC はあんま出てないんだけどね。ダメだね、これがね。これがどれぐらいね、これもうね、レックスとかやってあるね。レックスとか、フラグ交換とか、あと、点火時期調整とかやっても、この値なんだよね。まあ、触媒もありえっけどね。フラグは結構ね、黒くなるんで、触媒がダメだったらね、フラグの方は別にくすぶりもしないと思うんで、触媒だけではないと思うんだよね。フラグがくすぶってる時点で、フラグのあたりの、あれが悪いと思うね。ガソリンが噴射しすぎてる感じだね。多分ね、フリクションだね。36万キロぐらい走ってるんで、機械抵抗、フリクションロスっていうんだけど、金属と金属が擦れる抵抗で、その分ね、燃料をたくさんこう噴射しなきゃなんないってコンピューターが判断して、このように
排気ガスがいっぱい出ちゃってるものと思いつつ、ちょっとねベルハンマーこれから入れていきます。やばいね、 5.32 まで上がっちゃって結局。それでは入れてみましょう。はい、じゃあね今回も入れていきます、ベルハンマー。果たしてこのピンチを打開することができるんでしょうか。はい、今回もねこのベル LS ベルハンマーにちょっとね神頼み的な感じでいきます。ちょっとね現役なんでだいたいね3リッターに対して150ミリだね、 5% なんで、まあ、多く入れる人は 10% 入れてもいいけど、今回 5% でとりあえずねやってみます。もうこれしかねないね。あとはもうタイミングベルト交換とかね、ちょっとお金が結構かかる作業に移るしかない感じになってしまうんで、なんとかこれでね排気ガスが下がってほしい本当に。じゃあねちょっと入れてみましょう。150ミリだね。ちょっと今混ぜました、混ぜたっていうかシャッフルしといて、あの一応ね交換して150ミリぴったりね測りました。じゃあこれをねエンジンに直接投入します。結構ね高いからね、これも現役だから、しかも業務用だからね。じゃあちょっとね入れてみましょう。でちなみに入れる前のエンジン音です。ウォーターポンプの音も入ってるかもしれないけど、じゃあね一回エンジン止めて入れてみます。ちょっとね今回はあのオイル交換先にやってあるんで、本当は混ぜて入れた方がいいんだけど、まあしょうがない、ね、もうやっちゃってあるんで、ちょっとねここにベルハンマーを現役で入れます。ちょっとこれね直でいきます。果たして音は減るか。結構ね白煙がすごくてねオイルも燃えてっちゃってるんで、エンジンにダメージが結構いっちゃってるっぽいんだよな。これでこの奇跡のオイルで復帰できればいいが。ちなみにねあのベルハンマーの回しもんじゃないです。一応善意の第三者っていう感じでやっております。検証もんでね、もう他のやつもオイルしあれも入ってるしね、今レックスもやったし、あとプラグも交換したし、あとあのフューエルワンじゃなくてプレミアムパワーかの添加剤ももう入ってるからね、それでも下がらないという。でさらにエンジンシールコートも入ってるから、圧縮とかオイルの漏れ止めはねそっちで大丈夫だと思うんで、今度はねこのフリクションロスをね減らす方向で頑張ってみたいと思います。果たしてちょっとねエンジンかけてみましょう。果たしてどれぐらい変わったかな。少し回ってから音が変わるかもしれない。どうだろうね、静かになったかな。いまいち俺には分かんないけど、騒音計見てみるか。今入れてから少しやってんだけど、どうだろう。さっきね68ぐらいだったのかな、確か67台も一瞬あったかもしれない。なんか騒音的にはそんなにね変わんないみたいです。まあちょっとね、ウォーポンの音がほとんどかもしれないで。ブロワーファン回っちゃった。ちょっとね、レーシングしてみます。ちょっとね、循環しないとあれかもしれないね。ちょっとね、もう一回音を測ってみましょう。
ちょっと外のトラックが邪魔だな。トラックの音が入っちゃう。まあでも音はそんな変わんないね。ちょっとね、今度は排気ガスをね測ってみます。これで減ってくれればいいんだな、少しでも。ちょっとね、入れてみましょう。入れました。これでどうだろうな、少しでも減ればいいんだけど。あー、増えていくな、やっぱり増えていくな。ダメかな、さっき 5.3 ぐらいまで言ってたけど 5.00。 ちょっと減ったかな。 5.3 ぐらいだったのかな、さっきは。入れて少し走ったりしないとダメなのかもわかんないけど、直後の計測では5.3 から減ったとしても、0.3 ぐらいしか下がってない、ね、多分。はい、というわけで、だいたいね、気持ち下がる程度だね。そんなに劇的に下がるってことはやっぱりないようです。 5.3 ぐらいってだから0.3だね、やっぱね。安定してんな。でも減ってきたかな。ちょっと減ってきたかもしれない。あ、さっきちょっとふかしたからかな。やっぱね、ブロワー管が回ってちょっと上がるね。あ、でもこれが 4.5 より下に行けば車検浮かんだよね。やっぱ5いっちゃった。ブロワー管回ってね、5いっちゃうね。5.3 ぐらいまでさっき言ってたんで、ブロワーファン回って 5.12 ぐらいまで上がるね。この後ブロワーファン回んなければ下がるのかな、多分。下がるね、やっぱね。これでどこまで下がっかな。あっち、もうちょい頑張れ頑張れ、もうちょっと下がれ。あと 0.3 下がれば車検に受かる程度だけど、あー、ダメか。あ、また上がってきちゃったね。なかなか5点、ちょっとこれもタイミングベルトをやるしかないね。残念ながらちょっとね、なんとか下げようとしたんですが、ちょっと小手先だけではこれが限界のようです。クラウンキャップの中とかも掃除したんだけどね。というわけで、検証結果は約 CO が 0.4 ぐらいは下がるってことがね、分かりました。皆さんもね、ギリギリで外れる人がいたら入れてみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。まあ、要整備だね。あ、でもちょっと下がってきた。 4.80 がいいとこだな。7台はいかないし、これ多分。あ、いった。ちょっと下がってきたかな、バイバイ言ってから。0.25 下がればいいんだよな。循環してコーティングしてる最中なのかな。あ、でもブロワーファン回っちゃった。あ、でも 0.、 そうすると 0.6 ぐらいは下がるかもしれない。またちょっと上がってきちゃいます。やっぱ電気負荷って結構でかいんだね、 CO。車検場行ってるとき、ブロワーファンが回るかどうかなんか分かんないもんね、いつなるのか。車検場行ったとき、ブロワーファン回ったらアウトだもんね。これではちょっとね、ちょっとなかなか厳しいんですね。ギリギリ浮かんないね、これ。これがもっと下がればね、4、もっと下がれ、下がれ、下がれ。なんとか 4.5 ぐらいまで行ってくれ。76が限界かな。はい、これぐらいが限界のようです。諦めて修理します。バイバイ。
音も変わんないね。